最終的にどういうものが世の中に出ていって受け入れられるかみたいなことを考えなきゃいけない。研究とそういう技術開発とか経営みたいなやつは混然一体となってやって生かしたいと思ってますのでね。世界レベルの技術を持っているで、なおかつその地域に根ざした中小企業、これを本当に次の世代まで生き残らせて、さらに発展させていかなきゃいけない。売れるものを、これだったら売れるというのをやっぱりマーケティングをして持ってくるわけです。ここがないと世界のものづくりはもう動きませんよというような地域にしたいね。